自然素材、うんうん、真剣材だと伝統工法はまずありえないし、うんうんうん、自然素材だからこそ伝統工法が生きるわけで、うん、作り方が真剣材で伝統工法ってないでしょまず、うんうんうん、そうですよね、うん、だって昔は真剣材ないですもんね。そうそう、でも生の木をうまく使うのがやっぱ伝統工法、うんうんうん、で100年経ったらいい古材になって、うん、理想の木材が取れるわけで、うんうん、100年後は、うんうんうん、100年後もなお材料として使える。そうそうそう、まだ使える、いい材料として。で昔はねリサイクル住宅だから、うん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 、伝統工法っていうのは家ごとを移動で移築できたって言いますもんね。できるできる、ねうん、分解してまた持ってってつって、うん、で家を壊すっていうのに買いに来るのよみんながもらいに、うんうん、その材料ね。そうそうそう、うん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 、すごいでしょ。いやすごい話ですよ、買い取られるね、うんうんうん、経済になってたわけだから、うんうんうん、ゴミじゃないと。そうそう、うんうん、だからほら西南の駅で西郷どんが熊本城を燃やしたでしょ、うん、それで残った材料でできてる倉庫があるから早川倉庫で。へー、あそうなんですか、お城の材料で作ってる倉庫がまだ残ってるから。あすごいっすね、うん、そうそう、だから持ってきても、うんうん、また切り直せば、うんうん、焼かれた時が150年前で建てられたのはもっと前ってことですよね、うん、西南戦争の、うん、そうそう、ね、残ってるのね、うん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 、そうそう、だからそうやってリサイクルできてた。でまあ、シックハウスで死にかけたのが一番大きな原因で、ああ一番は、うんうんうん、なんで自然の家ができないんだって、うん、もうねその時はね自然のこういう伝統工法のお家作るなんてありえない話だった。そもそも世の中的に、もう20年ぐらい前の話かな、うん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 、そんな職人いないよとか、うん、ことごとく否定され、ああもう作れる人いないって、うん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 、ただやっぱ宣伝が下手でね、いる、うん、いっぱい、あ実は、うん、実はいる、宣伝が下手だった。やっぱね、メーカーのコマーシャルにね、みんな流されて、うんうんうん、そっちに負けてて、うん、シックハウスで、内田さん自身も何かこう体調崩されたりしたんですか。うん、その、婦人病になったり、膠原病になったり、あもう3年も4年もずっと微熱が続いて、3、4年も微熱が、うん、ずっと微熱、めちゃめちゃしんどそう、うん、だから仕事はどうにか無理していけば働けるけど、うん、帰ってきたら体調壊す、うんうん、あの家事ができないという、うんうんうん、何年も繰り返して、うんうんうん、そういう時建築の勉強したら、ああなんだシックハウスしようかって、うん、あ、うん、そのなんていうか症状が当てはまったわけですね、うん、そうそうそう、これだって。だからどこの病院に行っても健康そのものだけど、うん、おかしいねっていう、うんうん、原因がわからないって、あげくの果て膠原病って言われたり、うん、でも数値的には異常はないけどね、うん、そのシックハウス症候群ってどういうもんなんですか、うん、だから化学物質を吸着することによって起こる体調不良、うん、アトピーだったり、うん、喘息だったり、うん、人によってだけど、うんうんうん、まあ家が原因の場合ね、衣食住いろいろ化学物質が使われてるから、うん、あシックハウスの病気のお家症候群だ、うん、だから今の新建材の住宅は家一軒に約1トンの化学物質が使われてる、うん、え、うん、あの塗料だったり接着剤だったり、へ、うん、プラスチックだったり、うんうんうん、約1トン平均、1トンってものすごい量ですね、うん、でもね化学物質っていうのは、まあ、農薬と一緒で、うん、農薬の農薬2滴で50メートルプールが汚染できるの。そんなに微量で体に影響あるものが1トン使われてたら体にいいわけない、うんうん、もう今の世の中にある建築っていうのは基本的にそういうものでできてるんですよね。豊洲問題も健在だし、そうなんだ。だから豊洲問題悪い悪いって言うけど、みんなその家に住んでるの、うん、なんでその辺うるさく言わないの、うんうん、瓦礫問題も健在でしょ、うん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 、じゃ結構世の中にはやっぱシックハウスで苦しんでる方がやっぱいたりするんです、うん、もう何百万人おるんですね、うん、まあ、一応病気で片付けられる、お医者さんは家のこと知らないから、うん、まあそうか、原因がわからんっちゅうか、うん、そうそうそう、うん、病気しか見ないから家が悪いなんてね、うん、思いもしない、言えない、うん、もうだってね、多額のローン組んで、うんうん、石油製品のお家でね、うん、それはショックでしょう、うん、なるほどな、ね、唾液が甘くなる、唾液が変わった、うん、
まさかの。そうそうそう。えー、うん、そこね、さっきもね、この前今、ね、聞いたけど、唾液がっていうのはやっぱりびっくりしたな。うん、うん、それと、うん、あの、こういうものが、リンゴでもお酒になる。だから、お米がほら、知って巻いて、さっき言ったけど、2番米。はい。あれ、無農薬で、ほら、もうほんと野生の米だから、うん、それがすぐ傷むっていうのが、ちょっと不思議で、うんうん、もしかしたらと思って、それに水を加えて、すぐバーってカビが入るのよ、うん、あれと思って水入れて置いてたらお酒になった、うん、だから日本建築があるからこそ無農薬、うん、だから麹菌ってもうそういう化学物質を嫌うから、うんうん、化学物質のないそういう自然素材の囲まれた空間だったら、うん、麹菌がきれいに育つ、うんうん、で発酵させるためには自然素材であることが必要、うん、日本建築があってこその発酵文化、うんうん、今はその添加物による強制発酵だから二日酔いしたり体調不良を起こす、そういうものは何もいらない、菌も入れなくていい、なるほどな、うん、それがやっぱ日本家屋のいいところだと、うん、気がついて、うんうんうん、へー、うん、あ、そうなんだ、もうやっぱ体にめちゃめちゃ大きな影響があるってことですよね、うん、そうそうそう、通じも良くなるし肌ツヤ良くなるし、うんうんうん、いいことばっかしや、そうそう、もうね、だからお風呂上がりは化粧水塗るの忘れるぐらいしっとりしてる、うんうんうん、湿気を保ってるから、ああそういうことや、うん、空気もベタベタせず、うんうん、ベタベタしたらやっぱね腐敗菌がやっぱ育ちやすい、うん、うん、やっぱそこの風通しを良くしようって生きてるのかなって思う、うんうん、ね、楽すぎて、ほんと生きてるのが楽、不便だったのは楽しくて笑い転げる場所がないぐらいそれが転げ回りたくてもおかしくて、なるほど、ね、ちょっと転げる場所がないぐらいで、生活する分にはもう全然便利すぎで、いらないものが増える、あ、そうなの、うん、今まで必要だったものが邪魔になる、掃除機とか、はい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 、炊飯器、なるほどなるほど、うん、電子レンジも邪魔、うんうん、いらんいらんってなってって、うん、なるほどな、うん、今まで当たり前にあったものがいらんくなるから、うんうん、そう、場所取るようになるわけや、ちっちゃいとね、もう掃除機使った方が邪魔だから、ああもはや確かに、あ、それって確かに今イメージしてみたけど、圧倒的にほうきの方が楽ですよね、うん、狭いと、そうそうそう、あで自由時間が増えて、うん、電子レンジがなくてもゆっくりガスでね、うん、食べ物温めたり、うん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 、あ、時間的にも、うん、時間が財産やね、うん、暇うん、だから焚き火でねご飯炊いたり、うん、できるできる、そんなことができるなって、うん、できるできる、ほんと暇だからね、掃除っていうのはね、いかに人生を支配してきたか、大きいお家、大きいお家がね、うん、私の性格上もあるのかなまあでもね、すぐ片付くし、うんうんうん、あったりします？ない。楽しいだけ？もうひたすらただただ楽しいだけや。うん。うん、でもね、久しぶりにほらホテルに泊まって朝起きたら部屋が広くてびっくりした。うんうん、ああ。広い。ああ。逆にギョッとするみたいなね。そうそうそう。うん、それぐらい。なるほどな、面白いな。うん。うん、だから、うん、そうそう、だからまあね、東北震災でショック受けて、まあ、スモールハウスに、うん、住み始めて、うん、その後に熊本震災があったでしょ、うん、ありましたね、身軽に生きてたからボランティアに行けた、うわ、うん、それってすごい、うん、ハッとさせられるエピソードだな、そうそう、うん、だから、うん、それまで大きなお家に住んでたら旦那と一緒に、うん、多分熊本のボランティア行ってない、うん、家のことに追われるもん、うん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 、やっぱ身軽に住んでるって、あの助け合いもねしやすいなと思って、自分に余裕余白があるから他の人も助けることができると、ああそれってあるよな、うん、そうそう、確かに、うんうんうん、だからね、まあ、防災も大切だけど、うん、起きてしまってからの復興の方が大切と思う、うん、早く復興する、うわーそれってめちゃめちゃありますね、うん、特に今この日本で、うん、もう防災って、まあ、難しいっちゃ難しい、うん、そうそう、ガチガチ作るから、うん、それが被害にあったらもうどうしようもない、うん、どこでいつ何が起こるかわからないし、うん、そうそうそう、ね、なんか想像してなかったものが去年とかも起こりまくったじゃないですか、うん、そうそうそう、水害やるね、ね、うん、僕の、僕もがっつり20号と19号被災したんですけども、話聞くとそこにもう70年、うん、80年住んでるおじいちゃん、うん、おばあちゃんが体験したことがないっていうものが言ったら来たんですね、うんうん、それ
って、つまりこれからそういう70、80年の間に起こってないことが、うん、これからたくさん起こりうるわけじゃないですか、うんうん、そうするともう、そう、なんだよ、防ぎようがないっていう、ね、うん、ただ身軽に生きてた方が助け合いできるなと思って、うんうん、本当ですね、それはね、びっくり、うん、私も、うんうんうわあ、うん、それって確かにみんながそうなったらね、わ、うん、って助けに行ったり、うん、逆に言うとわって逃げたりできるってことですよね。だからやっぱね、断捨離って今流行ってるけど、うん、紙一枚でもペットと思った方がいい、うん、やっぱ持ってれば持ってるほど手間がいる、うん、必ず見てあげないといけないから、いつかはね、うん、拭いてあげたり、やっぱ、うん、でき少なければ少ないほど暮らしやすいんじゃないかと、うん、そうそう、本当に必要なものだけ使ってね、うん、生きてると楽かな。なるほどな、うん、広がるといいかな、うん、だからほら、子育てが終わった夫婦って意外と住みにくくなるのね、はいはい、家の人口が一人減るとね、うん、あの子供がいなくなるとほら、うん、とっても住みにくくなる家が、うんうん、ただ一人一軒持った方が、うんうん、気軽で、うん、親切なご近所さんで、うん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 、その方が楽しいと思う。いや確かに、うん、うちも今その、うん、結局あの実家があるんですけども、うん、父が、まあ、いわゆる単身赴任的な感じで出てるんで、うんうん、5人で住んでた家に母が一人でいるんですよ、うん、そうするとあの僕の部屋が物置になり、妹の部屋が物置になりみたいな感じで、そうどんどんなんかあれみたいな、ね、物置化してるぞみたいな、ね、うん、何なんだろう家ってみたいな感じになりますよね、うん、だからうちは4人家族なんだけど、うん、考えてみたら、うん、小屋を4軒建てた方が4人用の1軒家より安い、うん、うん、いや、うん、本当にそうですね、子供がいなくなったら人に貸して、うん、ね、家賃収入も入るかもしれない。なあ確かにそうですね、うん、もしかしたらその昔のね、その伝統工法で組み立ててたら、うんうん、あの分解して売却なんてこともできちゃうかも、うん、立て直してね、そうできるできるね、うん、わあ、だから技術力があればね、今ちょっと技術がないのが問題、うんうんうん、だから熊本もね、使える材料がいっぱいあったけど、うん、もう急いでもう処分しなさいって国が助成金出して、うん、その後に古民家に関しては助成金出します、うん、壊した後にね、うん、残念なことがあったけど、あ